之助、みんなの父親。映画マイホームヒーローの完成披露イベントが行われ、主演の佐々木蔵之介さん、斉藤飛鳥さん、なにわ男子の高橋恭平さんらキャスト、監督が登場しました。僕は娘には言えない罪を背負っている。愛する家族のために殺人を犯してしまった父親の命がけの騙し合いを描いたドラマの完結編。父親役の蔵之介さんはイベント前日の2月4日が誕生日だったということで、娘役の斉藤さんがサプライズでお父さんをお祝い。